81から71型は、チェコスロバキアの首都、プラハを走るプラハ地下鉄が1978年以降導入した電車。ソビエト連邦の無意地式回製造工場で製造され、製造メーカー側の形式番号は81から717.1、714.1系であった。この項目では、更新工事を行った十一から十一。 M 型についても解説する。1970年代までソビエト連邦をはじめとする東側諸国の地下鉄には1963年以降量産が行われた E 型電車やそれを元にした車両が製造され続け、1974年に開通したプラハ地下鉄にも X 型が最初の車両として導入された。 しかし両運転台方式のため定員数が少なく、電動機の出力も低い E 型では、需要増加に対応することが難しかった。そこで、制御回路にサイリスタを用いた81から717、714型をもとに、プラ8カテツ向きに設計を改めた車両が製造されることとなった。これが81から71系である。 X 型をはじめとする E 型と同様のビード加工が施された軽量構成車体を有し、先頭車2両と中間車3両による5両編成で構成される。電動機には X 型よりも出力が強化された DK117D 型が使用され、それに伴い X 型から台車の強化が行われたことにより重量が増加した。またサイリスタを用いた。 BPSN-5 u 通型制御機が床下に設置されていた。ASN の開通に合わせて1978年から営業運転を開始し、1990年まで量産が行われた。その中で1985年から1998年にかけて故障が相次いだ台車が宿田で改良されたほか、以降も、 ヒューズの交換やインバータの騒音抑制など様々な改造が施された。しかし老朽化が進んだことで1994年から運行離脱が始まり、81から 71M 型への更新工事が施された車両を除いて廃車が進み、2009年7月2日をもって営業運転を終了した。2012年の時点で一編成が胴体保存されている。 ビロード革命による民主化やスロバキアとの連邦制解消を経て、チェコの地下鉄路線となったプラハ地下鉄では81の71型を含む車両の老朽化が問題になっていたが、車両数の多さゆえに、新型車両を一度に多数導入することは、財政的に困難だった。そこで、一部の81から71型について、シュコダでリニューアル改造を施し数十年間の、 延命を行うこととなった。これが81から 71M と呼ばれる車両である。編成は、電動制御車の2マウント、蓄電池を搭載した、電動中間車の3マウント、主車よりも強力なコンプレッサーを搭載した4、マウントによる5両編成で構成される。運転席を含む、前面部や貫通面が新規に製造したものと交換されている。ほか、 防火設備をはじめとした安全性が強化された車内にはベビーカーや車椅子用のスペースが設置されている。電動機は改造元の DK117V 型をそのまま使用する一方、制御装置はリベット素子を用いたものに変更されている。1996年に最初の更新車が登場し、1998年から営業運転を開始した。主に、 A 線、B 線で使用される。ありがとうございます。